さあ、ニート、アマネコ、することがありません。はい、こんにちは、アマネコです。今日なんですけど、平日の昼間、最近めちゃめちゃ暇なんですよね。暇なんですよね。まあやることは一応あるにはあるんですけど、ただ今まで日中ずっとお仕事をしていたということもあり、それがぽっかりなくなってしまうと、私ってこんなに暇人だったんだっけって思うくらいにすることがないんですよ。ということで今日も愛車のホンダ NSX 君に乗ってドライブしていきたいんですけど、ちょうど今お昼時なんですよ。時間が12時半頃でお腹も空いてきたんで、今日はせっかくであれば首都高で一番有名なあのパーキングエリア、神奈川5号大黒線上にある大黒パーキングエリアに行きまして、大黒パーキングの美味しいグルメ食べ尽くししちゃおうかなと思います。大黒パーキングは私もかなり行ってるんですけど、首都高を走る方は一度は行ったことがあるくらい知名度の高いパーキングエリアにもなっていますし、あと首都高のパーキングエリアにしてはかなり大型な施設になっているということもあって、フードコートなどのご飯が食べれる施設もありますし、休憩スペースもかなり広々となっていて、首都高のパーキングとは思えないくらい設備が充実してるんですよね。まあ、そういったこともあってグルメ目的でお邪魔する人も多いですし、あとはやっぱり車好きが集まるスポットということでもあるので、今日は大黒パーキングまでドライブしに行き、美味しいご飯を食べて、あとはかっこいい車たちも見られたらなと思っております。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。で、せっかくなんで NSX の走行モードちょっと変えてみましょうか。ダイナミックモードダイヤルで、これをスポーツプラスモードに変えるとこんな感じ。ちょっとサウンド聞こえるようになるかな。おーはい、こんな感じです。NSX は V6 のハイブリッドスーパーカーではあるんですけど、なかなかいいサウンドしますよね。このトンネルサウンド。で、今はニート生活が始まってるわけなんですけど、やっぱり変わったことといえば、仕事の人たちと連絡を取らないことで、より一層世間からの疎外感を感じるというか、なんか私 YouTuber としてこうやって視聴者さんに一方的に配信をしてるわけではあるんですけど、もうそれがなかったら人とのつながりってもしかしたら皆無なんじゃないのかなって思えるくらい結構寂しい日々を過ごしています。なんか引きこもりの方とかって結構精神病みがちな方が多いと聞くんですけど、なんかその気持ちが少しわかるというか、やっぱり少しでも外とのつながり持っておくべきなんだろうなと改めて思ったりしましたね。はい、まもなく大黒パーキングエリア到着です。さあ、平日昼間の大黒パーキングエリアの状況どんな感じでしょうね。NSX 君です。今日もイケメンでございます。そして縁石に当たらないかヒヤヒヤしながら駐車したんですが、余裕でしたね。それでは行きますか。平日の昼間ってこんな感じなんだ。車好きが集まるスポットというよりかは本当に完全な休憩所ですね。まあ、私もこちらで今日はしっかりお昼休憩取らせていただこうと思います。で、大黒パーキングの施設は2階建てになっていて、1階が売店とフードコートで2階が休憩所になってるんですよね。まずはやっぱり腹ごしらえということでフードコートから行きましょう。じゃあ今日は何にしようかな。はい、すいません。お願いします。じゃじゃーん、今
回頼んだのは大黒味噌ラーメンです。まあ、大黒でラーメンといえばチャーシュー麺が人気みたいなんですけど、この大黒味噌ラーメン新作だったのか入り口ですごい宣伝されてたんですよね。これが気になっちゃいました。ニンニクも上にもりっと乗ってるし、こんなん絶対美味しいでしょ。それじゃあ早速いただいていきます。お腹すいた。まずはスープから。結構パンチ効いてるね。この背脂とニンニクの感じめっちゃ美味しいわ。1500円だからちょっとお高めではあるんですけど、なかなか美味しいぞ。熱々だ。湯気がすごい。平日の昼間にこんなことしてるっていうすごい背徳感あるね。しかもニンニク背脂モリモリのラーメンを食べてしまうというゴー出したいね。次は売店見ていきますか。一応横浜市ということで横浜のお土産系が多いんですけど、奥の方とかはこんな感じの中華街で売られているような肉まんだったり小籠包とかシューマイも売ってますよね。そして売店の隣にはなんとこんな感じでカー用品も販売されています。すごい、さすが車好きが集まるスポット。私のオリジナルブランドのミレットもここで販売させてほしい。次は2階にお邪魔していきます。じゃーん、こんな感じでちょっとしたゲームセンターっぽい感じの作りにはなってるんですが、休憩スペースもかなり広々取られていますね。でこちらから自動ドアを開けるとこんな感じでバーンと2階からの景色、大黒全体が見渡せるんですけど、いやー平日日中にもかかわらず車が多い。さあ皆さんに問題です。私アマネコの NSX 君はどちらにいるでしょうか。シンキングタイム。チックタック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 、じゃじゃん。はい、正解はこちら。にゃーん。あ、これ以上拡大できない。こちらでした。いやー、これだけ離れていても NSX の迫力伝わってきますよね。そしてもう一つ、大黒パーキングで押さえておきたいエリア、じゃじゃーん。実は大黒パーキング出口のすぐそばにローソンがあるんですよね。こんな感じでコンビニが併設された首都高のパーキングはかなり珍しいんじゃないでしょうか。首都高速初カツサンド。実は私このヒレカツサンドいただいたことがあるんですけど、なかなか美味しかったですね。で今回はアイスとかも出し始めたんだ。これちょっと美味しそうじゃない。せっかくならちょっと食べてみましょうか。じゃじゃーん。長崎温州みかんマスカルポーネアイスいただいてみましょう。どんな味するんだろう、っていうかどんな形になってんだろう。衝撃的なお知らせなんですけど、カップで出てきたと思ったらこれあれじゃん、スプーンないじゃん。スプーン置いてあったっけ。これもし食べれなかったら家に帰るまでドロドロの状態で持ち帰らなきゃいけないってこと。え、ちゃんと自販機の横にアイス用のスプーンついてました。よかった。それでは食後のデザートいただいていきます。結構ガチガチに固まってるからこうちょっとすくうのも大変ですね。いただきます。冷たい、おいしい。私昔横浜に住んでたということもあって、その時はもうちょっと大黒に来る頻度も高かったんで、それこそ深夜の時間帯とかでもうなんか眠れないから今日ドライブしようかなって時とか、そういう時にわざわざ大黒パーキングに来てローソンでスイカバーを買ってスイカバーを大黒で食べて帰るなんてこともしてましたね。なんかパジャマ姿で大黒パーキングに来たりもしてたんですけど、それは完全に深夜だからできたことだなと思ったりもう今やったらすぐさらされちゃいそうでなかなかできないんですけどね。今まで気づかなかった
ったんですけど、大黒のベンチまさかのこんなストレッチや筋トレもできるベンチになってるんですね。気づかなかった。せっかくならやってきますか。座りながらゆっくりと背伸ばし運動をしましょう。無理なく背筋が伸ばせます。こういうこと？これ合ってます？合ってるのかどうかは怪しいけど、背筋が伸びるのはわかる。ちょっと徐々に車好きっぽい人たちが集まるようになってきて、すごい激しい車の音がするようになってきましたね。そして私の NSX の元に無事にたどり着けました。帰りましょうか。お昼ご飯も食べてお腹いっぱいのところではありますが、これで元気もりもりになりましたよということで、ここから NSX 君とのドライブ楽しんでいけたらと思います。まあこの無職生活の間にね、今までできなかった愛車たちとの時間、しっかり時間をとってたくさんドライブしてあげたいなと思ってます。なので今後もこういったドライブ動画が増えていくかとは思いますが、楽しみにしていただけたら嬉しいです。視聴者さんがアマネコにおすすめのドライブコースがありましたら、ぜひコメント欄に書いていっていただけると嬉しいです。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。よし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 、帰るぞ。なんて雲一つない空、めちゃめちゃ綺麗じゃないか。この青い空に赤い NSX のボディが映えますね。NSX と一緒にいれる期間もあとわずかではありますが、残り少ない時間を大事に過ごしていけたらと思っております。